ブルベージュのノラです。本日もオンラインでアップされる商品をご紹介いたします。サイズ金額状態のお問い合わせの方は掲載後ベルベージュウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が、3月の3日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらがチャンピオンの T シャツですね。80年代トリコタグの XL 表記 100% コットンの白ボディに染み込みのプリントで入っております。はい、状態としても特にダメージなどもなくいい状態だと思います。サイズも XL 表記っていうところもあって僕も、ゆったりと大きめに着用ができるサイズ感です。こちらでお値段の方は7800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオンティーですね。タグもこちら、80年代トリコタグの L 表記でこちら50/50のボディになっております。でネイビーボディにこちらプリントがラバーで入っております。はい、こちらに関しても特に大きなダメージなどは見受けられないです。サイズがラージ表記というところではありますがちょっとね身幅が少し僕はタイトかなと思います。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちら T シャツですね。タグの方がこちらヘインズのタグになっていてサイズが XL の表記です。で黒ボディの 100% コットンのボディなんですけれどもこちらですね首元、周りがちょっとダメージが来てたりとかするんですがパンテラのプリントですね。ちょっとプリントのところにも少しポツポツと小穴が開いてるようなコンディションではあります。はい、でバックはこちらですね、裾の付近にプリントが入るパターンになっております。でサイズ表記 XL っていうサイズ感なのでかなり僕はゆったりと大きめに着用できるサイズ感です。こちらの方でお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらですね。タグの方がこちらフルーツのツルタグの方でサイズが L 表記になっております。 100% コットンの白ボディにこちらリチャードステインの、プリントが入っております。遊歩道店の岡部が、好きなものですね。こちらにも入っております。はい、サイズ感が L 表記というところなので僕もこの辺がちょうどよく、着用できるサイズ感です。こちらの方でお値段が 25,800 円に消費税になります。続いてスウェット類ですね。こちらレギュラーのスウェット1点こちらフルーツのタグでサイズがミディアム表記になっております。 50/50 のグレーボディに US ネイビーのプリントですね。ラバーで入っております。はい、特に、ダメージなどは特筆するものはないかなと思います。サイズが M 表記というところではあるのでちょっと僕だとねビタッとジャストサイズになるかなとは思います。こちらでお値段が6800円に消費税になります。続いてリバースイブに紹介入ります。タグですね、こちら80年代トリコタグの L 表記白ボディの目つきのパターンです。こちらめちゃくちゃ状態がいいです。はい、裏起毛もすごいまだふかふかしてるいい状態ですね。はい、L 表記というところもあって僕はちょうどよく着用できるいいサイズ感になっております。こちらでお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらも目つきのパターンですね。タグが90年代刺繍タグの XL 表記です。グリーンボディにこちらも目がついてるパターンですね。ちょっと全体的にですね、焼けっていうのは少し見受けられるんですけどもダメージは全く見受けられないです。サイズが XL 表記なので僕はゆったりと大きめに着用ができます。こちらでお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらも目つきのパターンですね。タグがこちら90年代刺繍タグの L 表記になっております。こちらはパープルというかブルーとパープルの中間色みたいな色味ですねに目がついていてこちらに関してもちょっとした焼けがあるっていうぐらいで大きなダメージなどは全くないです。サイズが L 表記なのでこちらも僕は、いいサイズ感で着用ができます。こちらの方でお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらモックネックのタイプですね。タグが90年代刺繍タグの XL 表記です。グレーボディにこちら目がついていて、ハイネックのパターンでポケットついてる仕様ですね。はい、こちらに関しても特に大きなダメージなどは全く見受けられなさそうですね。サイズも XL 表記っていうところなので僕はゆったりと大きめに着用ができます。こちらでお値段が 17,800 円に消費税になります。続いてこちらパーカータイプですね。タグが90年代刺繍タグの XL 表記です。でこちらはですねマルーンというエンジっていうよりはちょっと赤に近いような色味のものです。で目がついていて状態としても特に大きなダメージなどは全く見受けられないいい状態です。はい、XL 表記なので僕はゆったりと大きめに着用ができます。こちらの方でお値段が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらネイビーボディですね。タグが90年代刺繍タグの XL 表記です。ちょっとねフードの入り口付近ハトメ付近がですね少しダメージが来てますがあとはですねこちらポケットの付け根あたりも少しリペアがあったりとかあとこのこちらですね小穴があったりとかっていうものにはなります。はい、サイドのハギの方もですねこちらの方にも少しリペアが施されているような一点になります。はい、
着用に困るようなものはないかなと思います。サイズも XL 表記なので僕はゆったりと大きめに着用できるいいサイズ感だと思います。はい、こちらでお値段の方が 19,800円に消費税になります。続いてもネイビーボディの目つきですね。タグがこちらも90年代刺繍タグの XL 表記です。でこちらに関しては特にダメージなどリペアも施されていなくて状態はいい方かなと思います。こちらも XL 表記なので僕はゆったりと着用できるいいサイズ感です。はい、こちらでお値段の方が 25,800円に消費税になります。続いてプリントモードですね。タグがこちら90年代刺繍タグのミディアム表記になっております。グレーボディにラバーで2段プリントが入っております。はい、ちょっとした薄い汚れなどはちらほら見受けられるんですけれども、全然ダメージは見受けられないです。サイズがミディアム表記なので僕がちょっとビタッとするようなサイズ感かなと思います。こちらでお値段が 12,800円に消費税になります。続いてパーカータイプですね。タグが80年代トリコタグの XL 表記です。グレーボディにラバープリント1段で入っております。はい、こちらに関しても特に着用に困るようなものは一切見受けられなさそうですね。サイズも XL 表記なので僕はゆったりと着用できるいいサイズ感です。こちらのお値段が 22,800円に消費税になります。続いてこちらもパーカータイプ、タグ80年代トリコタグの L 表記です。グレーボディにラバープリント2段で入っております。はい、こちらに関しても状態は特に難はなさそうですね。サイズも L 表記というところなので、こちら僕がちょうどよく着用できるいいサイズ感になっております。こちらでお値段が 25,800円に消費税になります。続いてこちらもいいですね。80年代トリコタグの XL 表記です。でラバープリントで一番ブラウン入ってるんですが、ちょっとまあフードの入り口ぐらいはね少し擦れてたりはしますが、あとはフードの付け根ですね、この辺にも少し弱ってる部分は見受けられますが、かなり雰囲気いい一点だと思います。はい、サイズも XL なので僕はゆったりと着用できるいいサイズ感かなと思います。こちらでお値段が 25,800円に消費税になります。続いてこちらもパーカーですね。90年代刺繍タグの XL 表記です。でグレーボディにこちら染み込みのプリント入っております。でフードの入り口がねこう擦れてたりとか、あとはポケットの付け根もちょっとダメージは正直きてはいます。はい、この染み込みで雰囲気めちゃめちゃいいと思います。はい、サイズも、XL っていうとサイズ感ですし、僕はゆったりと着用できるいいサイズ感です。こちらでお値段の方が 25,800円に消費税になります。続いてシャツ類を紹介いたします。まずこちらですね。タグがラルフローレンのタグがついております。サイズが17ハーフの表記になっております。 100% コットンのボディですね。ボタンダウンで、グレーベースに黒のチェックのパターンが入っております。そして胸にはポニーが入っておりますね。はい、状態としましても特に目立つのダメージなど全く見受けられなくていい状態だと思います。サイズが17ハーフっていうところなので、僕はかなりゆったりと大きめに着用できるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 6,800円に消費税になります。続いてもう1点ラルフローレンですね。こちらのタグになっております。サイズ表記の方がですね、こちら XL の表記になっていて、素材がですね 53% シルクの 47% コットンっていう配合になっていて、肌触りがねすごいテロッとしたいい肌触りになっております。黒ボディで胸にポニーがいて、ボタンダウンの仕様めちゃめちゃいい状態です。サイズも XL の表記です。かなりゆったりと着用できるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 6,800円に消費税になります。続いてフリース類の紹介です。まずこちら LLB のものからですね。タグはこちらになっていて、サイズ表記の方はちょっと見受けられません。グレーボディになっていて、こちら、緑の刺繍パイピングも緑です。はい、フリースの状態はまだまだ使用いただけるいい状態だと思います。サイズ表記残っていたとしたら、そうですね、L 表記はあるかなと思います。僕もゆったりと着用できるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 7,800円に消費税になります。続いてこちらのフリース、こちらはパタゴニアになります。タグはこちらですね、ちょっと取れかかっていますが、サイズ表記こちら L 表記になっております。フルジップのパターンですね。はい。そしてピスやロゴが入らないタイプになっております。状態としてですね、こちらの方少し傷があるのと、あとはこちらの方もですね、ちょっとした傷があります。はい。またそれ以外というところは特別目立ったものは見受けられないです。はい。サイズ表記 L 表記だったので、僕は、ゆったりと大きめに着用できるサイズ感になっております。はい。こちらの方でお値段7,800円に消費税になります。
続いてこちらもパタゴニアですね。タグがこちらになっております。サイズ表記がこちら XL の表記です。でこちらはプルオーバーのタイプです。ハーフジップのものになっていてブルーの色味ですね。でこちらに関しても、パタゴニアのピスやロゴっていうのは入っていないものになっております。はい、サイズも XL 表記の XL 表記なので僕はゆったりと大きめに着用ができます。はい、こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらシェルドシンチラですね。タグの方がこちら三角タグの方になっております。サイズ表記はこちらミディアムの表記です。で赤の色味ですね。こちら胸にピスも入っていて、特に大きなダメージなど大きな汚れっていうのを見受けられないいい状態だと思います。このねシェルの配管もすごいまだ残ってるっていう状態です。サイズがミディアム表記なので僕はねちょっと、ビタッとなるようなサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が9800円に消費税になります。続いて、フリースのベスト1点ですね。こちらパタゴニアのこちらのタグがついて、サイズが XL の表記になっております。はい。スモークがかってるのはネイビーの色味ですね。フルジップの仕様で、かなり着やすいと思いますね。はい。サイズも XL 表記っていうところもあるので、僕はゆったりと大きめに着用ができます。はい、こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてベストもう1点ですね。こちらタグがウールリッチのタグがついております。サイズが XL 表記です。メイドインチャイナのもので、ボアのベストですね。で、フルジップの仕様。はい。で、こちらに関しても特別大きなダメージや汚れっていうのは見受けられなさそうです。サイズも XL 表記なので僕は大きめに着用ができます。はい。こちらでお値段の方が、こちらで7800円に消費税になります。続いてこちら、ペンドルトンのセーターですね。タグがこちらの方になっております。サイズが XL の表記です。でジッパーですね。こちらの YKK のジップが使われていて、ベージュベース。かなり状態としてもね、いい状態だと思います。はい。サイズも XL 表記っていうところもあって、そこまで激しい縮みも出ていないのかなっていう印象です。僕もゆったりと着用ができます。はい、こちらで、ね、お値段の方なんですが、12,800 円に消費税になります。続いてこちらですね。ジャケット類に入るんですが、ノースフェイス。こちらのタグになっていて、しっかりアメリカ製の表記。L 表記になっております。はい。ネイビーボディのハーフジップのタイプですね。はい。90年代頃のボディだと思うんですけども、こちらも特に大きなダメージや汚れっていうのは見受けられないです。まあ、若干のね、この焼けっていうのが見受けられるぐらいで、特別、目立ったものはないです。サイズも L 表記というところですが、僕もね、いい感じで着用できるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてデニムジャケット類の紹介ですね。まずこちら、タグの方がこちらディッキーズのものになっております。サイズが XXL の表記になっております。こちら紙タグの方もしっかり残っていて、印字もまだ読み取りができます。はい。で、こちらフルジップのパターンになっていて、こちらですね、ディッキーズのタグもついております。はい。で、色味としてもまだまだ使えるような色味だと思うんですけれども、状態としてこの袖の方ですね、こちらが詰められているものにはなっていると思います。はい、こちらですね、ちょっとステッチがこういった感じで斜めに入っております。はい、でサイズが XXL の表記なのでかなり大きいサイズ感ですね。ほとんどの方着用できるぐらいのビッグシルエットになっております。こちらの方でお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてリーバイスのデニムジャケット、こちらボアジャケですね。タグはこちらの方でサイズが XL の表記です。でこちらポケットのところにこちら、赤タブもしっかりついていて、かなり色味落ちておりますね。本当アイスウォッシュって言ってもいいような色味です。かなり逆に珍しいと思います。まあ、少しね、汚れがちらほら見受けられるようなコンディションではあるんですけども、全然ダメージなど少なくてまだまだ長く着れるかなと思います。サイズも XL の表記なので僕はだいぶゆったりと着用できるサイズ感です。こちらの方でお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちら70505のビッグイですね。パッチがこちらに残っております。サイズが42の表記です。赤タブもしっかりついていてビッグイの確認が取れます。はい、状態としましても襟元もまだまだ大丈夫ですし、はい、特に大きなダメージなどは見受けられなさそうですね。はい、でサイズ42っていうところなので縮んで若干40ぐらいのサイズ感になっておりますいると思います。僕が T シャツ1枚とかで、ちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。こちらでお値段の方が 49,800 円に消費税になります。もう1枚70505のビッグイネです。こちらもパッチ残っているんですが、ちょっと印字は読み取れない状態になっております。先ほどのものとほぼ同じぐらいのサイズ感ですね。ちょっと襟元が少し擦れてはいます。はい、で赤タブもですねしっかり残っております。はい、でちょっとさっきのものに比べると少しダメージがちらほらこういった感じで
見受けられるようなコンディションではありますが、着用自体は困らないのかなと思います。はい、バッグもこういった形ですね。でサイズ感先ほどと同じぐらいだとお伝えはしたんですけれど、僕が T シャツ1枚でちょうどいいサイズ感ですね。こちらでお値段の方は 39,800円に消費税になります。続いてこちらも70505びっくりです。パッチはこちら外れていますが、中タブですね、しっかり残っていて、でこちらに関してはサイズがいいです。実寸でこちら44ぐらいのサイズ感があります。はい、かなり大きめですね。そして色の濃淡もしっかり出ている、かなりいい条件だと思います。はい、袖の入り口も少しスレがあるぐらいです。あとはまあ襟元ですね、若干こういった感じでありますが、まだまだ着用いただけると思います。これぐらいのサイズ感だと僕もね、だいぶゆとりを持って着用できるいいサイズ感だと思います。はい、こちらの方でお値段の方が 59,800円に消費税になります。続いてミリタリーアイテムの紹介です。まずこちら US Air Force のシャツになります。でこちらですね、ちょっとタグとかインジはもう何も残っていない状態なんですけれども、こちらミディアムぐらいのサイズ感かなと思います。はい、で状態としてね、こちら1点少し傷があったりするのと、あとこちらの方もだったかな、あ、この肩の方ですね、少し1点傷があるぐらいです。はい、でサイズ感ミディアムぐらいだとお伝えはしたんですけれど、僕がねちょっとビタッとなるようなサイズ感かなと思います。こちらでお値段が 12,800円に消費税になります。もう1点同じ US Air Force のシャツです。でこちらもちょっと何も残っていない状態になっていて、こちらに関してもですね、ちょっと状態としては、こちらですね、1点傷があったり、あとこちらの胸ポケットのボタンが1個欠損している状態ではあります。はい、裏面もこういった形ですね。はい、でこちらのサイズ感は先ほどのものと同じぐらいかなと思います。僕がちょっと、ビタッとなるようなサイズ感だと思います。こちらもお値段 12,800円に消費税になります。続いてこちらアーミーシャツですね。タグの方がこちらですね、ついていて、サイズが16ハーフの表記になっております。はい、でまあ、うちのアーミーシャツといえばこう肩ですね、ダブルステッチの仕様になっているというところです。かなり状態としてはバキバキの状態だと思います。はい、サイズも16ハーフというところなので、僕がですね T シャツ1枚とかでちょっと気持ちゆるっとなるようなサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段7,800円に消費税になります。続いてもう1枚アーミーシャツです。でこちらはですね、サイズ表記こちらミディアムの表記になっております。アーミーシャツの初期タイプになりますね。でこちらに関しても程度めちゃめちゃいいです。はい、そしてワッペンも残っていたり、肩もですねこういった形で残っています。はい、本当ダメージも全くなくていい状態です。ミディアム表記ではありますけども、そこまで激しい縮みは出ていないのかな。僕でもちょっと気持ち、ゆったりするようなサイズ感で着用できるかなと思います。こちらの方もお値段が7,800円に消費税になります。続いてこちらパッと見アーミーシャツなんですが、こちらポプリンのものになります。サイズがミディアム表記になっております。はい、でこちらに関してもですね、肩にワッペンなどついていたり、状態としては申し分ない、本当着るにはちょうどいい状態だと思います。サイズ表記ミディアムっていうところでしたが、僕がちょっと幅が少し狭そうですね。はい、ビタッとなるかなと思います。こちらの方でお値段の方が 12,800円に消費税になります。続いてファティングジャケットです。タグの方がこちらミディアムレギュラーの表記になっております。そしてエポレットがついていて、こちらですね、サイドもこちらついていて、セカンドタイプになりますね。はい、で状態としてですね、こちらの薄く汚れはあるんですけれども、ダメージは全くなくて、めちゃめちゃ生地感もすごいいい状態です。はい、サイズもミディアムレギュラーっていう表記ですね。僕で、ちょうどよく着用できるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が 39,800円に消費税になります。続いてこちらですね、タグの方がこちらについています。サイズはスモールレギュラーの表記です。チョコチップカモの BDU ジャケットになります。はい、でこちらに関しても特に特筆するダメージというのはほぼほぼ見受けられないです。ちょっと薄汚れが数箇所あるかなっていうぐらいです。はい、サイズがスモールレギュラーという表現で、僕だとねちょっと肩が少し狭く感じるサイズ感かなとは思います。はい、こちらの方でお値段の方が 6,800円に消費税になります。続いてこちら M65 のフィールドジャケットです。タグはこちらですね、スモールショートの表記です。ショート丈いいですね。状態としましても特に目立つようなダメージなどは見受けられないです。はい、いい状態だと思います。サイズ感もスモールショート、
ちょっとね、僕は幅はパツッとなりますが、やっぱショートだけいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が 15,800円に消費税でございます。続いてもう一枚 M65 のフィールドジャケットなんですが、こちらスモールレギュラーの表記になっております。そしてグレーライナーの仕様です。ブラスジップになっていて、こちらもワッペンなど貼られていて豪華な仕様ですね。状態もピンピンの状態です。めちゃくちゃいいです。スモールレギュラーなので僕がね、ちょっと幅はピタッとなりますが、丈感もちょうどいいと思います。こちらでお値段の方が 17,800円に消費税になります。続いてこちらエクワークスのゴアテックスカモです。タグの方はこちらラージレギュラーの表記になっております。はい、96年会計のものですね。でこちらゴアテックスの状態もすごくまだまだいい状態だと思います。はい、まあ、こういった感じで薄く汚れはあったりしますが、ダメージなどは全くないです。サイズも、ラージレギュラーっていうサイズ感なので、僕がちょっとね着込んだ上からでも着用できるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段なんですけれど、15,800円に消費税になります。続いて M65 のフィッシュテールパーカーになります。サイズ表記こちらですね。ライナーのサイズ表記なんですが、ミディアム、シェルのサイズ表記も先ほど確認しましたが、ミディアムの表記になっております。そしてフルセットの仕様です。はい、まあ、ユーズドのものではあるんですけれども、めちゃめちゃ状態いいです。はい、いいですね。サイズもミディアム表記っていうサイズ感なので、僕もね、だいぶ大きめにゆったりと着用できるサイズ感になっております。はい、この辺はねちょっと本当ぜひ押さえておいた方がいいと思います。お値段が 39,800円に消費税になります。そしてもう1枚ですね、 M65 のフィッシュテールパーカー。こちらサイズ表記スモール表記で、こちらもシェルのサイズ確認しましたがスモール表記です。でこちらもフルセットの仕様です。そしてちょっと見てください、この状態っていうことはほぼほぼデッドストックだと思います。はい、それもあって生地感もめちゃくちゃいい状態です。はい、多少の使用感は、まあ、若干ありますけども、本当もうかなりピンピンの、本当ミントコンディションって言っちゃうぐらいの状態ですね。サイズ感がスモール表記なので、先ほどのものよりは気持ち小さめですが、全然僕はゆったりとこのサイズ感も着用できます。こちらの方でお値段の方が 59,800円に消費税になります。続いてスニーカーを置いて紹介いたします。こちらですね、こちらなんですけど US ケッツ、ケッツのものになっております。でサイズ表記がですね、こちら内側の方にあってこちらになります。で11のサイズ表記になっております。はい、インソールもねこういった仕様になっていて、ケッツらしい感じですね。はい、でソールの方ですね、こういった具合になっております。こんな感じですね。使用感自体はあるんですけど、まだまだ履ける状態だとは思います。あとはあと2の方がですね、少し色が染まってたりはするんですけども、かなり雰囲気いいですね。こちらの方でお値段の方が 25,800円に消費税になります。続いてバッグを1点紹介いたします。これちょっと今日一僕おすすめです。こちらですね、タグがこちら LLB のタグがついていて、ボストンバッグ、そしてツートン、赤ボディにネイビーの仕様です。そしてレザーハンドル、めちゃくちゃ状態もいいです。内側を見ていただくと、ちょっと映像で伝わりづらいとは思うんですけれども、めちゃくちゃ本当にいい状態だと思います。そしてそこのレザーに関してもこういった仕様です。かなり状態はいい方だと思います。僕が持ってみてこれぐらいのサイズ感にはなります。こちらの方でお値段が 39,800円に消費税になります。それでパンツ類の紹介です。まずこちらレイカパンツから紹介いたします。タグの方がですねこちらになって、サイズはスモールの表記です。レイカーパンツの初期ですね、もちろんボタンフライの仕様になっていて、サイドもアジャスターがついております。はい、で状態としましてユーズドではあります。こういった感じで薄汚れだったりとかあるんですけれども、ダメージは全く見受けられないです。はい、実のサイズがウエストは29インチ、レングスが31インチになっております。細身の男性履ける方めちゃめちゃいいと思います。こちらお値段が 12,800円に消費税になります。続いてもう一本ベイカーパンツですね。タグの方ですね、こちらについていて、こちら323インチ表記になっております。はい、でこちらも、こちらジッパーの仕様ですね。こちらのジッパーが使われております。はい、でこちらに関してもユーズドではあるんですけれど、このベイカーの生地の色残りを見ていただければ分かると思うんですが、めちゃめちゃ状態いいと思います。はい、実のサイズがウエストがですね30インチ、レングスが28インチになっております。このバランスがかなり需要も多いところだと思います。こちらお値段 12,800円に消費税になります。
続いてこちらですね、かなり変わったパンツだと思うんですが、ウェップの下になります。こちらタグも US ネイビーのタグついていて、サイズは3-4レギュラーの表記になっております。はい、ジッパーもですね、こちらのコンマージッパー使われていて、状態としまして、まあ若干のユーズとか使用感、こういった感じで見受けられるんですけれども、まだ着用自体は全然できるいい状態だと思います。はい、3-4レギュラーっていうところなので、僕が合わせるとちょっと大きいサイズ感にはなるんですが、本当コレクションアイテムにもいいかなと思います。こちらお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらリーバイスのパンツに移ります。こちらですね、ジッパーフライで4ニータロン使われております。で、裏面ですね、こちらになるんですけれど、タブがスモールEのタブついております。70年代頃のレディースのパンツですね。はい、裾口がですね、こういった感じでキリッパの状態、キリッパというかミシンがロックがかかってるんですが、こういった仕様になっております。はい、実寸のサイズがですね、ウエストの方が26インチ、レングスが30インチです。ほんと完全に女性向けのサイズ感になってるかなと思います。はい、こちらでお値段が7800円に消費税になります。続いてこちら501の、ブラックになります。そして先染めブラック、いいですね。パッチも残っていて、ウエスト34インチ、レングスが32インチの表記です。赤タブはレジスターのみになっております。はい、まあ、色残りもまあまあまだ残ってるいい状態だと思います。実寸のサイズですね、こちらウエストが33インチ、レングスが32インチになっております。ウエストのみ1インチ縮んでいる状態ですが、このバランスもめちゃめちゃね、ゴールデンサイズかなと思います。こちらでお値段が 19,800 円に消費税になります。続いても501ブラックですね。はい、こちらも先染めブラック。いいですね。パッチが残っていて、3632表記で赤タブが残っております。はい、こちらに関してもまだまだ色は残ってる方だと思います。はい、実寸のサイズがですね、ウエスト34インチの、レングスが32インチです。3432、めちゃめちゃゴールデンサイズですね。いいと思います。こちらもお値段が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらアメリカ製の501になります。パッチも残っておりますね。こちらウエスト33インチの、レングスが31表記、いいですね。赤タブも残っております。はい、色味もね、うっすら落ちていて、まあ、使いやすいいい色味だと思います。はい、実寸のサイズがウエストが32インチ、レングスが30インチ、3230、僕はめちゃめちゃ好きなバランスです。はい、こちらお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらアメリカ製の501です。色っぽいですね。パッチが残っていて、ウエスト33インチの、レングスが32インチの表記です。赤タブも残っております。はい、まだまだこれから自分色に育てていける一本だと思います。はい、実寸のサイズですね、ウエストは32インチ、レングスが33インチになっております。3233、ウエストは1インチ縮んで、レングスはちょっと気持ち伸びてるっていうサイズ感ですね。こちらお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらちょっとね、ウエストがかなり大きいサイズ感にはなるんですが、505になります。はい、ジッパーフライのタイプで、こちら42タロン使われていて、裏面ですね、こちらパッチも残っております。ウエストが38インチですかね。で、レングスが30インチの表記になっております。そして赤タブスモールEのものです。で、シングルステッチ、501でいう66前期と同じ年代のものですね。トップボタン裏この向きなんですが、5番の刻印になっております。はい、でこちらですね、ちょっと状態見ていきたいんですが、また下、こちらですね、ちょっとリペアが施されていて、ポケットの入り口もですね、こういった感じでダメージだったりとか、雑なリペア入ってたり、太ももにもリペアが入っております。はい、膝部分にもね、こういった感じで、ちょっと、まあ、縦落ちが入ってたりとか、少しペンキ汚れあったりするんですが、裾の方がですね、こちらは、キリッパの状態になっております。はい、実寸のサイズ感なんですけど、ウエストが38インチ、レングスが25インチになっております。ちょっといびつなサイズ感ではあるんですけども、このサイズ感、本当夏に向けて1本持っておいてもいいのかもしれません。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。それでこちらラルフローレンの太腕コーデュロイになります。タグの方ですね、こちらについていて、サイズ表記の方がこちらですかね、ウエスト32インチの、レングスが30インチの表記になっております。でブラウンの太腕コーデュロイのノータックになっております。かなり履きやすそうですね。はい、
郵送ではありますけどもめちゃめちゃいい状態です。実寸のサイズ感ですね、ウエスト32インチ、レングスが30インチ、そのまんまですね、はい、表記通りってところです。こちらお値段が7800円に消費税になります。もう一本、こちらもラルフローレンの太胸コーデュロイですね。こちらタグがこちら、ポケットのところですね、こちらの方についていて、サイズ表記ですね、こちらになるんですが3430の表記になっております。でこちらはブルーというかネイビーブルーですかね、ブルーの方が近いかな、の色味になっております。こちらもノータックで履きやすいと思います。はい、でこちらに関してウエスト、実寸ですね、34インチのレングスが28インチになっております。はい、めちゃめちゃいいバランスだと思います。こちらお値段が7800円に消費税になります。それでこちら、5200番になります。パッチがこちらですね、しっかり残っていて、ウエスト29インチ、レングスが30インチの表記です。でこちらですね、タブがなくなっているものにはなります。はい、ただ状態としてノンウォッシュの状態だと思います。ほんと見洗いっていうところですね。はい、でジッパーの方はこちら4ミリタロを使われております。はい、ピケ素材いいですね、大人男性の方めちゃめちゃ履いてほしい一本です。まあ、状態としましてはこの保管時の少し汚れというのは多少否めないところはあるんですけども、まあ、このノンウォッシュというところもあって、ダメージというダメージは全くないです。で実のサイズもですね、パッチ表記通りニック30というサイズ感になります。ちょっと僕は履けるサイズ感ではないんですけれども、履ける大人男性めちゃめちゃおすすめです。こちらでお値段の方が 25,800 円に消費税になります。それでこちら505のびっくりですね。こちらジッパーフライ。こちらの42太郎使われていて、裏面ですね。こちらパッチも残っていて、505スタンプ大文字のものです。ウエスト36インチのレングスが31インチの表記です。で赤タブもこちらびっくりのものが残っております、はいで。こちらですね、ちょっと説明しなきゃいけないんですけども、状態ですね、ちょっと見ていきますか。また下もこちら、リペアが施されていたり、あと膝部分もですね、こういった感じで、薄くリペアが施されてあります。そして膝下になるんですけども、こちら、左足の方ですね、生地がもう変わっているものになります。こう別物が、付け足されているという状態ですね。はい、なのでこちらちょっとずれてるっていうものです。でこちら側は耳がついていないんですが、右足ですね、オリジナルの方はこちら耳がついているっていう一本になります。はい、はい、で実のサイズ感になるんですが、ウエストが34インチ、レングスが30インチになっております。はい、3430。めちゃめちゃゴールデンサイズだと思います。ちょっとね、こういった、生地が変わってるっていうところで、お値段はかなり抑えめかなと思います。お値段が 29,800 円に消費税になります。続いてこちら、501のびっくりですね。501になっていて、裏面ですね。パッチも残っていて、ウエスト34インチ、レングスが33インチの表記になっております。そしてこちら赤タブしっかり残っております。はい、でこちらですね、トップボタン裏の方はこちら8番の刻印ですかね。はい、でこちらをちょっと状態を見ていきたいんですけれども、まあ、まずうっすらひげが入っててかなり雰囲気です。太ももにちょっとしたリペアが入っていたり、また下もですねちょっと ステッチ抜けがあったりとかすれはあるんですけれども、あとオイル飛びとかもありますね、この辺も。あと膝部分、こういった感じでリペア、横糸しっかり残ってて雰囲気いいですね。でレングスに関してはこちらオリジナルのレングスになっております。はい、ちょっとステッチが抜けてる感じはあるんですけども、かなり雰囲気いいと思います。はい、で実寸のサイズですね、ウエストの方が33インチ、レングスが30インチ、3330、いいバランスですね、かなり需要多いところだと思います。こちらの方でお値段の方が 79,800 円に消費税になります。25周年の販売イベントが終わったばっかりではありますけども、今週の土曜日4日ですねにまたちょっとスペシャルなアイテムを出そうと思っているので、そちらの方も合わせてチェックをよろしくお願いします。